安倍総理大臣はロシア訪問とダボス会議出席の日程を終え、まもなく帰国の途につきます。安倍総理は5年ぶりのダボス会議で G20 の議長国としてスピーチを行い、TPP11 や EU との EPA を引き合いに出して自由貿易の重要性などを訴えました。The entire world should benefit from the economies and efficiencies.These two mega deals will bring about. また6月末の G20 首脳会議で世界規模でのデジタルデータの管理について議論を主導する考えを表明しました。一方、プーチン大統領との首脳会談では来月も外相同士の協議を行うなど領土問題の交渉を加速させることを確認するにとどまり、具体的な成果は見られませんでした。週明けの28日からは通常国会です。当面の懸案は厚生労働省の不正統計調査問題です。安倍総理は国会の冒頭から野党側の追及を受けることになります。